郡山市で開かれた郡山鉄道祭り、ビッグパレット福島で実施されるはずでしたが、今月16日の地震で施設に被害が発生したことから、規模を縮小して駐車場で開催されました。新型コロナや去年の地震の影響で2年連続で中止され、3年ぶりの開催とあって、規模は縮小されても多くの鉄道ファンが楽しんでいました。